写真拡大。中山記念追い切り、23日、美穂トレセン。いつもと変わらない藤沢和厩舎。それが何よりも記者を感傷的な気分にさせた。今週末で定年引退する G1.34 賞を誇る名伯楽、藤沢和調教師の実質、最後の追い切り日。美穂トレセンの南スタンドに氏が姿を現すと一斉にシャッター音が鳴り響くが、トレーナー自身は泰然自若。周囲の喧騒をよそに普段通りに愛馬に視線を送りながら、トレセンをせわしなく動き回った。藤沢和厩舎としては、2020年7月の函館記念以来の重賞3頭出しとなる中山記念。その対象格のコントラチェックが美穂芝コースに入った。愛弟子、杉原、レースは丸山を背に単走でスタート。手綱は抑えたままでも、スムーズに加速すると馬なりのままゴハロン65秒6から11秒6をマークし、フィニッシュした。最後の追い切りにも派手なパフォーマンスはなかった。普段から乗っていれば大げさなことをしなくていいと言い続けた、藤沢流の攻め場を貫き、万全の仕上げを施した。いい動きだった。前向きだし、馬は元気。中山は得意だからね。同コースで重賞3勝を挙げる愛馬に最後を託した。この福島記念は15着だが、この雰囲気なら一変はあるはず。ラス前の先週は13頭を出走させて3勝2着3回3着2回の好成績でさすがの凄みを感じさせた。ラスト週も十数頭をターフに送る予定で、先週を上回る快進撃で大団円を迎える可能性も十分と見た。私は終わりだけど、馬はこれから暖かくなっていいシーズンになるから頑張ってほしいね。一生より一生を掲げるしらしい言葉で惜別の思いを伝え、颯爽と立ち去った。一つの時代の終わりを感じて胸が熱くなった。松末盛治。ゴーフォーザサミット&レッドサイオンも勝負気配。ゴーフォーザサミット、レッドサイオンは美穂 W コースで合わせ馬。ゴーフォーザサミットが先行し、直線でレッドサイオンが内に潜り込んで兵入りした。時計はゴーフォーザサミットが6ハロン84秒9から11秒8。レッドサイオンが6ハロン84秒5から11秒8。ゴーフォーザサミットは体に余裕はあるが舞台はいい。レッドサイオンは1回使っているので仕上げやすかったとトレーナー。いずれもコントラチェックに負けない勝負気配が漂う。